文明の同盟、国連、文明の同盟、The United Nations Alliance of Civilizations、ANACは2005年の第59回国際連合総会において、スペインの首相ホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロにより提案で、トルコの首相レジェプ・タイップ・エルドアンが共同提案者の一人として発足した同盟である。異文化間対話及び州際対話と協力を活発化することにより、過激主義を克服する国際的行動を推進することを目指している。特に西欧諸国とイスラム社会との間の緊張緩和に力を入れている。2000年以降、イスラム社会と西欧諸国との間に相互不信、恐怖及び誤解が増大しつつあった。異なる文化的背景を持つ人々のグループ同士が共存するための安定が失われ、世界各地で極端な原理主義が活発化していた。その最も過激な形態がテロリズムである。多くの政治リーダーが価値観や信仰などの基本的人権に対する寛容、理解と尊重に立脚し、異なる民族的、宗教的グループ間における共通基盤を生み出す努力を尽くすべきだと訴えていた。その結果、過激主義に対応するために、世界中の多様なグループの平和的共存に向けた包括的な同盟を設立することとなった。国連、文明の同盟、The Alliance of Civilizations は、2005年、第59回国際連合総会の席上で、イスラム文化と関わりが深い歴史を持つスペインの首相、ホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロに提案され、トルコの首相レジェプ・タイップ・エルドアンが共同提案者となった。そして2006年末までに国際連合加盟国が採用できる行動の策定が提言された。第7代国際連合事務総長のコフィ・アナンは政策立案、学会、市民社会、宗教及びマスコミを代表する20名の有識者からなるハイレベルグループ HLG を結成した。あらゆる宗教と文明を網羅する人材からなるメンバーには、ダイアログ・アマング・シビライゼーションズ、文明間の対話を提案した前イランの大統領のモハンマド・ハータミー、ノーベル平和賞受賞者の英国国教会南部、アフリカ聖公会ケープタウン元大主教、デズモンド・ムピロツツ、中ロ関係への貢献により、サンクトペテルブルク300メダルを受賞したパングアン、そして、アピール・オブ・コンシャス財団の創立者兼代表であり、大統領市民勲章受賞者のアーサー・シュナイヤーなどが名を連ねていた。HLG は2005年11月から2006年11月までに5回の会合を重ね、西洋とイスラム社会との関係についてなどを記した最終報告書を提出した。第1回 HLG 会議は2005年11月にスペインで開催された。第2回 HLG 会議は2006年2月25日から27日にカタールのドーハにてムハンマド・フーシ漫画掲載問題に起因する西洋とイスラム世界との既沈性をテーマとして開催された。第3回 HLG 会議は2006年5月28日から30日にセネガルのダカールにて開催された。第5回 HLG 会議は2006年11月にイスタンブールで開催され、最終レポートがコフィ・アナン、ホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロ及びレジェプ・タイップ・エルドアンに提出された。最終報告書には、西洋社会とイスラム社会が互いの誤った先入観や誤解を解くための提言と具体的な解決策の概要が盛り込まれた。その報告書では、激化するイスラムと西洋の隔絶の原因は宗教ではなく政治にあるとされていた。2006年にハイレベルグループ HLG により発表された最終報告書は2部構成である。第1部はイスラム世界と西欧社会との関係における世界的な背景と状況を分析した報告書であった。イスラム社会と西欧社会との関係を本質的かつ永続的に改善するためには政治的段階を踏むことが必須であるとされ、包括的な政策が提案された。第2部は、異文化間の緊張は、今や政治的レベルを超えて、人々の心や感情にまで広がっているという内容であった。これに対処するため、教育、人種統合と人口移動、青少年、マスメディアの4分野から概略的な提案が記されていた。報告書では、排外主義と過激主義の克服を勧告している。排外主義を排他性を促進し、自分たちの思想のみが唯一の真実であると主張する思想と定義づけ、他の宗教教義を否定して、特定の一つのみが真実と主張する宗教グループは望ましくないとし、3つの一神教グループが排外主義に関連があると指摘された。また、パレスチナ問題を解決することが重要であると記されていた。最高位の役職は文明の同盟国連上級代表である。文明の同盟国連上級代表は主導的地位であり主要報道官としての役割を担い、国連事務総長と直に相談する立場である。2007年4月、第8代国際連合事務総長班機分は、元ポルトガルの大統領のジョルジェ・サンパイオを文明の同盟国連上級代表に指名した。文明の同盟の事務局の事務所は、ニューヨークの国連本部内に置かれている。2007年5月、2007年2009年実行計画を発表し、既存組織間における提携活動と教育、人種統合と移り人口移動、青少年、マスメディアに関するプロジェクトにより目的達成を目指すとしている。16ページからなる実施計画は2部構成である。第1部には2006年の HLG リポートを引用し、戦略と構造的枠組みや年次フォーラムの計画が記されている。年次フォーラムには各国や国際機関の代表者、及び国連事務総長の指名した奥アンバサダーなどが参加する。第2部には第1部の具体的な行動計画が記されている。2007年夏までに事務局スタッフは行動を開始することとされ、中間査定は2008年実施予定とされた。第1グループのアンバサダーは2007年末までにリストアップすること。第1回フォーラムは青少年をテーマとして2008年1月15日から16日にスペインで開催されること等が記された。情報センターを通じ国家間と民族間の理解を改善する目的に共鳴する資料を発信するプラットフォームとしてのサービスを提供している。2009年に宗教と信仰の情報センターに関する教育プロジェクトが発足した。このプロジェクトは世界の多様な宗教、信仰、道徳、習慣及び市民教育に関して学ぶものである。ガイドライン、学習及び教育資源、関連組織へのリンク、機関誌、関連する出来事、オンラインフォーラムやニュースへのリンク等が含まれている。人種統合の改善を目指す移民統合プログラムによって移民と受け入れ社会との関係性向上を目指している。移民コミュニティの統合が脆弱である場合、疎外や怨恨の感情を生むが、人種統合が良好な場合は、人種の多様性が発展と社会的団結をもたらすことが証明されている。人種統合の改善を目指すための手段の一つとして、移民と統合のためのオンラインコミュニティというウェブサイトを開設した。このウェブサイトは、人種統合モデルの成功例を紹介し、様々な利害関係者間で実践している優れた慣例を紹介するウェブサイトである。このサイトをインターネットの発言の場として良き成果のある慣例や経験を共有することができる。青少年連帯ファンド SF は地方、国家及び地域、国際レベルで文化間対話や仲裁対話を推進する青少年の組織に対して最大3万米ドルまでの支援を行う。国際プログラムである。本プログラムにより資金提供を受けられるプロジェクトは、青少年を構成員とし、青少年の利益のために開発及び実践されているものである。プロジェクトの継続期間は、平均6ヶ月で、個人、青少年及び、機関、青少年組織の双方において、大きな成長と持続可能性が期待されている。同盟のメディアプログラムは、二つの柱からなる。グローバルエキスパーツ、元はグローバルエキスパートファインダーとして知られるは、複雑な政治的、社会的及び宗教的問題や危機に関して、世界中のジャーナリストに迅速な反応と正確な分析をインターネットを通じて無料で提供している。これは国連、文明の同盟により開発され、メディア、学会、市民社会及び欧州委員会、国際ジャーナリストセンター、サーチフォーコモングラウンド、国際危機グループ、及びメディア開発のためのグローバルフォーラムなどを含む国コミュニティのパートナー間のネットワークにより支援されている。グローバルエキスパーツは勃発した事件に対応するためにメディア関係者に速やかにどう反応すべきかを助言し、コメントを出し、指揮権を示す。複雑で極端化する問題に関してジャーナリストの理解を高めるために信頼性の高いタイムリーな対応を提供する。特に異文化間の危機が起こった際に、ジャーナリストや編集者及び生産者の業務をサポートしている。それは多様なコミュニティ間の革新的問題についての視点を共有し、利用可能な論評の選択肢を広げて、幅広い分野の専門家やオピニオンリーダーの活動を奨励するものである。2010年7月21日、ニューヨークタイムズでイスラム教世界への米国の関与についての諸問題について討論を実施した。この討論はニューヨークタイムズの自称コラムニストであるロジー・コーエンがモデレーターを務め、多くの著名な論客が登場した。第1回年次フォーラムは2008年1月15日から16日にスペイン政府の主催によりスペインのマドリッドで開催された。78カ国からの89人の公式代表を含む900人以上が参加した。国家間及び異文化間の格差を埋める橋渡しをし、相互理解を促進する新たなパートナーシップの確立を目的とし、世界中のあらゆる地域からリーダー、活動家、学者及び公人が招かれた。1日半にわたり、政府首脳、閣僚及び高級官僚、市民活動家及びノーベル賞受賞者、企業幹部、宗教リーダー及び第一線の学者が互いに対話と議論をし、実践的な取り組みを開始し、地域や文化を超えての関係改善に向けた行動を取る決意を約束した。このフォーラムでは、国際連合教育科学文化機関、アラブ連盟、イゼスコ、アラブ連盟教育、文化及び科学機関、アレスコ、連邦市、地元政府連合体、UCRG及び欧州評議会との間で、メディア、教育等のプログラムに関する活動に関する、覚書への調印なども行われた。第2回年次フォーラムは、2009年4月6日から7日に、トルコのイスタンブールのチュラーン宮殿で開催され、2000名余りの参加者が集まった。このフォーラムでは、宗教と信仰に関する教育、同盟フェローシッププログラム、ダイアログカフェ、プルラルなレストアトラスト、格差の解消及び文明の同盟のリサーチネットワーなどの新たな活動を行うことが決定した。また、国際移住機関、イスラム協力機構、イベロアメリカ統合事務局、アンナリンド財団、フランコフォニー国際機関、ポルトガル5諸国共同体及びラテン連合などの7つの国際ネットワークとの協定に調印した。第3回年次フォーラムは2010年5月27日から29日に文化間格差を埋め平和を構築するというテーマでリオデジャネイロで開催され2000人を超える政治、財界リーダー、市民活動家、青少年、ジャーナリスト、財団及び宗教リーダーが参加した。参加者は3日間のフォーラムを通じ、以下の議題について意見を交わした。このフォーラムの成果は、上級代表の第5代のポルトガル大統領ジョルジェ・サンパイオより、全参加者による公約が発表された。新たな活動として、世界の異なる地域に住む若者を結びつけるために、最新のビデオ会議技術を利用した、ダイアログカフェを2カ所に開設すること、グローバルユース運動の、第1回会議を開催すると、国連大学、文明の同盟のための国際研究所を創設すること、国際移住機関と提携した人種統合と人口移動のためのオンラインコミュニティを開設することなどが掲げられた。は2014年5月22日から23日にニューヨークの国際連合本部ビルで開催されたスポーツ平和サミットワールドスポーツバレスサミットフォーピース&デベロップメントにおいて日本の非営利団体である国際スポーツ振興協会との提携が発表された。文明の同盟はルミフォーラム及びジョージタウン大学平和安全保障研究センター主催の文明間対話賞ダイアログ・オブ・シビラゼーションス・アワードに輝いた。同盟を代表し、スペインの首相のホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロとトルコの首相レジェップ・タイップ・エルドアンが授与した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。